始めます。スタート。タイムアップ。途中でやっぱり焼きついちゃったんで、それを除去するのに時間がもたもたしちゃったんでね、その分タイムロスしたんですけど、でもまあ7か、まあ、いっても8ぐらいなんですかね。はい、じゃあ次はナチのドリルです。10発目の途中でタイムオーバーだったんで 9.5 ですね。焼きつくことがなかったんで、その分早かったですね。
うん。最後は月光ドリル読みます。やっぱり5ミリは疲れますね。ちょっとインターバル15分空けてます。うわ、もうダメだ。曲がった。買いました。一発目はね、使い方もあったと思うんで、ちょっとラストチャンスでこれやります。なるほど。熱効果したかなと思ったんですけど、そうでもないですね。やっぱり切りが切れなくなってましたね。なんかホームセンターのがまだ開きそうなんで、ちょっとやってみます。
おのげです。本日もドリルの検証したんですけど、今回はハンドドリルを使ってステンレスのドリルの検証だったんですけど、まあ、3分間穴開けてどれが一番穴開けられるかっていうのを比べたんですけど、まあ、一番は9発のナチ製のドリルが3分間のうち9発穴開けることができました。で、次が8穴、これ月光ドリルですね。月光ドリルが8発穴開けてます。で、月光ドリルに関しては、まあさっき見ていただいた通り、最初のチャレンジの時に奥まで入って噛み込んじゃって曲がってしまったので、まあこれでちょっとね、評価するのはちょっと私の技量不足っていうのがあると思うので2回やってます。で、2回目の結果がこの8穴ってことで、はい、3番目がホームセンターのドリル、これがね7発開けました。3分間どれだけ穴開けられるかの他に、継続して穴開けられるかっていうのも検証してみたんですけど、まあ、結果はこれがねちょっと意外で、ナチと結構ドリルはそれ以降はね穴開けることができませんでした。これは本当意外でしたね。で、そう、ホームセンターのドリルがかなり頑張って17発開けました。300円なんで、これはめちゃくちゃコスパいいと思いますね。で、しかもよく使うハンドドリルでの結果なんで、すごいっすよね。なんでこうなんですかねなんでこうなるんでしょうね。面白いですね。やっぱ検証してみると、一般で知られてる知識内では収まらない現象が起きてるんで、ちょっと面白いですよね。はい、というわけで今回はちょっと意外な結果になりました、まあ、これからも面白い検証をしていけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。